表彰式に先立ちまして、国歌君が代の斉唱であります。皆様ご起立願います。航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏による前奏に引き続きご唱和ください。ご着席ください。平成24年11月場所、幕内最高優勝は横綱白鵬翔、成績は14勝1敗であります。はじめに賜杯拝戴。表彰状、賜杯白鵬翔、右は平成24年11月場所において成績優秀により賜杯に備を告し七区名を表彰する。平成24年11月25日、財団法人日本相撲協会。賜杯並びに表彰状が北の湖理事長から授与されました。続きまして優勝旗の授与であります。優勝旗並びに賞状金一封が旭山審判副部長から授与されました。続きまして内閣総理大臣賞の授与であります。表彰状、内閣総理大臣杯白鵬翔殿、あなたは平成24年11月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し長く名誉を表彰します。平成24年11月25日、内閣総理大臣野田佳彦代読。総理大臣杯並びに賞状が内閣官房副長官柴博一氏から授与されました。
続きまして、モンゴル国総理大臣賞の授与であります。表彰状、モンゴル国総理大臣賞、白虎賞殿、あなたは平成24年大相撲11月場所において優勝され、成績優秀によりモンゴル国総理大臣賞を贈り、長く名誉表彰します。平成24年11月25日モンゴル国総理大臣ノルウィン・アストンホイク。モンゴル国総理大臣杯並びに少女を副賞として、世界的有名なモンゴル産の高級なナチュラルカシミヤ製品がモンゴル国外務大臣ロブサンワンダンポルト氏から授与されました。続きまして、日クス友好杯の授与であります。表彰状、白鵬賞殿、あなたは平成24年大相撲11月場所においてよく健闘し優勝されました。よってここに日仏友好杯を贈り、これを表彰します。平成24年11月25日駐日フランス大使。友好杯並びに賞状副賞として、フランスピエール・エルメによる特製マカロンの詰め合わせを、在京都フランス総領事フィリップ・ジャングイエ神山氏から授与されました。続きまして、ハンガリー国友好杯の授与であります。表彰状、優勝、白鵬賞殿、あなたは平成24年11月場所において同賞の通り優秀な成績を収められました。よってここにハンガリー国友好杯を贈り、その栄誉を表彰いたします。平成24年11月25日駐日ハンガリー大使館、特面全権大使セルダヒ・イシトワン。ヘレンドトロフィー並びに賞状、副賞としてヘレンド T セットが、駐日ハンガリー大使館科学技術担当参事官エルドシュ・アッティラ氏から授与されました。続きまして、チェコ国友好杯の授与であります。表彰状、白鵬賞殿、あなたは平成24年11月大相撲11月場所においてご健闘し優勝なさいました。よってここにチェコクリスタルグラス優秀杯を贈り、表彰いたします。平成24年11月チェコ共和国駐日大使。クリスタルガラス製カップ並びに賞状が、チェコ共和国駐日大使館商務部主管マルチン・バシタ氏から授与されました。続きまして、アラブ首長国連邦友好杯の授与であります。表彰状、
平成24年11月場所優勝白鵬殿、あなたは図書の成績を収められたので、アラブ首長国連邦大統領シェイク・ハリファ・ビン・ザイド・アル・ナヒアンより祝杯を送り表彰いたします。平成24年11月25日アラブ首長国連邦大使館。友好杯並びに賞状、副賞としてガソリン1年分がアラブ首長国連邦大使館広報官アルファタ・メルガニ氏から授与されました。続きまして、メキシコ合衆国友好盾の授与であります。表彰状、白鵬翔殿、あなたは平成24年11月大相撲九州場所において素晴らしい成績を収め優勝されました。よって本庄とメキシコ合衆国友好盾を贈り表彰いたします。平成24年11月25日駐日メキシコ大使クロド・ヘレル代読、在日メキシコ合衆国大使館翻訳官田淵正俊。友好盾並びに賞状、副賞としてメキシコのコロナビール1年分がメキシコ大使館翻訳官田淵正俊から授与されました。続きまして NHK 金杯の授与であります。表彰状、白鵬翔殿、あなたは平成24年大相撲九州場所において連日健闘され、よく優勝の栄冠を得られました。ここに表彰いたします。平成24年11月25日日本放送協会会長松本正幸。 NHK 金杯並びに賞状金一封が NHK 福岡放送局局長田口五郎氏から授与されました。続きまして優勝額の授与であります。表彰状、優勝横綱白鵬翔殿、あなたは平成24年11月九州場所で優勝されましたので、優勝色彩写真額を1月東京場所国技館に掲額するとともに、記念写真並びに副賞を贈り、長くその栄誉を称えます。平成24年11月25日毎日新聞社社長朝比奈豊。記念写真並びに賞状金一封が毎日新聞社取締役西部本社代表原敏郎氏から授与されました。続きまして福岡市長賞の授与であります。表彰状、白鵬翔殿、あなたは平成24年大相撲11月場所において連日健闘され優勝されました。よって福岡市長賞にその名を刻し、長く栄誉をたたえ表彰します。平成24年11月25日福岡市長高島総一郎。市長杯並びに賞状金一封、副賞として明太子1年分が福岡市長高島総一郎氏から授与されました。続きまして福岡県知事賞の授与であります。
表彰状、白鵬翔殿、あなたは平成24年大相撲九州場所においてよく健闘し優勝されました。よって福岡県知事杯にその名を刻し、長く栄誉をたたえます。平成24年11月25日、福岡県知事小川博。トロフィー並びに賞状、副賞として福岡県のブランド農水産物の中からいちごのあまおう、福岡県産米元気尽くし、福岡県産博多地鶏および福岡で採れた福岡海苔1年分が福岡県知事小川博氏から授与されました。続きまして、宮崎県知事賞の授与であります。表彰状、宮崎県知事賞白鵬翔殿、あなたは平成24年大相撲11月場所においてよく健闘し優勝されました。よって副賞として5年に一度の全国和牛能力共進会において2連覇を達成した日本一の宮崎牛1頭分及び宮崎旬の野菜果実1トン分を贈り表彰します。平成24年11月25日、宮崎県知事河野俊嗣、より良き宮崎牛づくり対策協議会会長羽田正治。トロフィー並びに賞状金一封、副賞として5年に一度の全国和牛能力共進会において2連覇を達成した日本一の宮崎牛特選肉1頭分および宮崎旬の野菜果実1トン分が宮崎県知事河野俊嗣氏から授与されました。続きまして、大分県椎茸農協賞の授与であります。表彰状、優勝白鵬賞殿、あなたは平成24年11月場所において連日健闘してよく最高の成績を上げられましたので、金一封並びに OSK 干し椎茸を贈り、長くその栄誉をたたえ表彰します。平成24年11月25日、大分県椎茸農業協同組合代表理事組合長角宮哲夫。どうも。トロフィー並びに賞状金一封、副賞として OSK 干し椎茸が大分県椎茸農業協同組合代表理事組合長宇都宮哲夫氏から授与されました。続きまして、 RKB 賞の授与であります。表彰状、優勝白鵬翔殿、あなたは平成24年大相撲11月場所において健闘よく優勝されましたので、金一封を贈り、長くその栄誉を表彰します。平成24年11月25日、 RKB 毎日放送株式会社代表取締役社長長森義隆、おめでとうございます。大銀杯並びに賞状金一封が RKB 毎日放送株式会社取締役メディア事業局長森越隆文氏から授与されました。続きまして、大関賞の授与であります。賞状、大関賞白鵬翔殿、あなたは平成24年11月場所において優秀な成績をもって優勝されました。よってここに金一封及び青春大関4頭であるとワンカップ大関1年分を贈呈し、その栄誉を称します。大関株式会社代表取締役社長西川貞義。大銀杯並びに賞状金一封が副賞として青春大関4となるとワンカップ大関1年分が大関株式会社取締役営業副本部長鎌田俊彦氏から授与されました。続きまして、コカ・コーラ賞の授与であります。
豊昇城優勝白鵬翔殿、あなたは平成24年11月場所において当初の通り優秀な成績を収められました。ここに全国のコカ・コーラシステムを代表し、その栄誉を称えます。平成24年11月25日、コカ・コーラウエスト株式会社代表取締役社長吉松民代、大徳カリンドラガン。トロフィー並びに賞状金一封が、コカ・コーラウエスト株式会社代表取締役副社長カリンドラガン氏から授与されました。続きまして、やめ茶振興会賞の授与であります。表彰状、白鵬翔殿、あなたは平成24年大相撲の九州場所において見事優勝されました。よって金一封並びに副賞として日本一玉露の産地福岡の八女より、八女茶1年分を贈り、ここに表彰します。平成24年11月25日、八女茶振興会会長久保薫。トロフィー並びに賞状金一封、副賞として日本一玉露の産地福岡の八女より、八女茶1年分が、八女茶振興会会長久保薫氏から授与されました。続きまして、平成24年度最多勝力士賞の授与であります。平成24年度最多勝力士は横綱白鵬翔、成績は76勝14敗であります。表彰状、白鵬翔殿、あなたは平成24年の1年間6場所を通じ最も多くの勝ち星を挙げられ、優秀な成績を収められました。ここに年間最多勝力士としてその栄誉を称え、勝敗にその名を刻し表彰いたします。平成24年11月25日、西日本新聞社代表取締役社長川崎隆夫。おめでとうございました。トロフィー並びに賞状金一封が、西日本新聞社代表取締役社長川崎隆夫氏から授与されました。続きまして、主勲、官等、技能各賞の授与式であります。なお、今場所の主勲賞は該当者なし、官等賞は松鳳山初めての受賞、技能賞は関脇豪栄道3回目の受賞であります。はじめに敢闘賞松鳳山。表彰状、敢闘賞松鳳山優也、右は平成24年11月場所において最も敢闘したので、優秀力士委員会の議に基づいてこれを表彰する。平成24年11月25日、財団法人日本相撲協会。トロフィー並びに賞状金一封が、松金審判副部長から授与されました。続きまして、技能賞関脇豪栄道。表彰状、技能賞豪栄道豪太郎、右は平成24年11月場所においてよく技能を発揮したので、優秀力士選考委員会の技能に基づいて当初のごとく表彰する。
平成24年11月25日財団法人日本相撲協会。トロフィー並びに賞状金一封が松上審判副部長から授与されました。